どうも、ライオンです。さあ、今回はフロントミッションの話題ですけれども、もう今ね、フロントミッションといえばこちらの話題じゃないかと思いますが、先日、このフロントミッションシリーズの新作のコンセプトトレーラーが公開されました。フロントミッションボーダースケープでいいんですかね。はい。こちらの方ね、新しいフロントミッションが出るぞってことなんですけれども、もちろんね、映像とっても面白かったですし、ね、こういうゲームできるのかなって期待するところもあるんですけども、実は私まだちょっと、なんでしょう、手放しで喜べていない状態です。まあその辺のね、話なんかとかね、していこうかなと思いますけれども、まあ何に引っかかってるかっていうところなんですけども、まずこちらが、海外向け、コンセプトトレーラーということで、このゲーム、日本でも遊べますっていうところがまだわからないで、あとはまあね、どれぐらいその元のフロントミッション的なゲームなのかもちょっとね、昨今っていうか結構もう遡れば何年になりますけれども、まあフロントミッションシリーズというゲームが随分様変わりしてきていて、でその中で初代フロントミッションとかね、リメイクがあるっていうニュースに関してはおっと思ったんですけども、新作っていうのは大丈夫かとか、フロントミッションとは言うけどそれ本当にフロントミッションファンが喜ぶやつかっていうのがね、わかんないですよね。でそもそもこれ作るのが、中国のゲームブランドの、これはジロン部なのかな、ジロンゲームっていうところの傘下の、ブラックジャックスタジオっていうところが開発をして、まあ、スクエアエニックスは IP ライセンサーとかスーパーバイザー、まあ、監修を務めるということで、まあ、いわゆる、中国の、ブランドが作る、ゲームということだそうです。そして、モバイルゲーなんでしょうね。トレーラーのロゴのところに iOS、Android、PC ね、っていうふうに書いてあったので、まあ、スマホとかで遊ぶゲームなのかなっていう。この辺でもね、なんかこう、個人的には、なんだろう、こういうフロントミッションだったらなっていうのから、遠いゲームが出てきそうな気がしております。はい。あと、そもそもね、映像はすごいいろいろ気になるシーンがいっぱい入ったりとかして、面白かったんですけれども、実際のゲーム画面が全く出てこなかったんで、まあ、どういう部分楽しみにしていいのかがよくわからないっていう。まあでもね、映像は、なんか、何でしょう、また非人道的なことが行われてしまう、撃つシナリオとかそんな感じのやつですかっていう初代フロントミッション的なことがなんかあるんですかっていうようなことをね、連想するような、おそらくなんか主人公として描かれている、この映像すごかったですよね。実写なのかな、 CG なのかな、まあそれの融合もありますけども、なんか女の子がね、電車に乗っててその 車窓を眺めたりとか、焚き火の火を見つめたりとかしながら、なんかいろいろこうフラッシュバックする記憶みたいなのがバッバッと入ってきてっていう、でそれが、なんかこう楽しそうなところもあるんだけども、なんかそれがこう壊されていくような演出だったりとか、あと急にドアップになるなんか注射針とか、あとなんといってももうその映像の最後の方に出てくる背中になんかいろいろこうメカがね突き刺さってるというか、ガンダム鉄血のオルフェンズの荒屋敷システムみたいな脊髄となんかこうコネクトするものがガッて出てるっていうようなのがバシッてこう映って、で、瞳のドアップで瞳孔がスーッて縮んでいって、でなんか、まあ、おそらくバンザのコックピットであろうなっていうシーンがパッと入るっていう、まあ、こう人体実験だったりとか、まあ強力な兵士だったりとか、なんかそのなんとかデバイスとかをね、作っていく最中のなんかいろんな実験の一つの、まあ、被験体の女の子が、それが本物なのか、その与えられたものなのかわからないけども、もしくは、実際にそういう過去ね、楽しい少女としての生活があったのに、戦争であったりとか、そういうなんか兵器開発によって、もう、過去のデータが消されたりとか、記憶がこう奪われてしまったりとかみたいなことになってんのかなとかね、その辺の落差みたいなやつとかね、すごいこれまでのフロントミッションとか、特に初代と、あとフィフスとかでもね、結構ありますからね、まあそんなお話なのかなって、まあただその辺ではストーリーとかをね、いろいろこう想像させて期待させる部分あるんですけども、まあ実際どんなゲームかが全くわからないんでね、なんでしょう、このワクワクをなんか裏切られたら
やだなっていう、なんか防衛本能みたいなものが、これまでのね、いろんな、ちょっとあるね。あれ、あちこちの作品のいくつかもので味わってきたものに対しての耐性なのか、なんか、新作が出るぞね、すごい映像だとかね、楽しみだねってなれない部分がいろいろとあったりします。まあ、映った映像の中でちょっと面白いなと思ったのが、まあ、時代的には第二次ハフマン紛争の前年のお話らしいんですけれども、まあ、バンツァーが、なんでしょう、戦争の兵器というよりかは、街の中で、なんか建築とか、なんかね、その、土木とかそういう作業用バンツァーみたいなのがあったりとか、あと、なんでしょう、信号機が映ってたりするんで、多分、自動車の道路なのかな、そういうところにいる、なんか警察車両っぽいバンツァーが映ったりとか、なんかパトレイバーの世界みたいなね、あとは、フロントミッションで言うと、まあ、3の世界に近い感じなのかな、うん。ああいう映像とかもね、うん、面白いな、楽しみだなと思うんだけれども、今のところまだ、早くプレイしたいねっていう風なところまでもいかず、まず、日本でも遊べんのとか、ね、これって果たして、ファンが楽しみにしてるフロントミッションなのっていうのが、いろいろと、なんでしょう。心配みたいなこととか、不安とか、ね、もうそんな乗せられませんよ、みたいな。変な防衛本能とかで、まだちょっとね、少しこう、重心を後ろに残したまま、ああ、こういうの出んのね、っていう風に、個人的には見ております。でも本当になんか、ね、日本でも遊べて、そしてなんか、ね、フロントミッションファンも楽しめるような、そんなゲームだったらいいんですけどね。ではでは、今回こんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。越えろ、地獄の使者。闇が空を覆う。